平野紫耀の新たな一面、トゥーヒーローズ、舞台裏での驚きの瞬間が明らかに。平野紫耀の新たな一面が明らかに。これが、戸辺の新たな試練、トゥーヒーローズの東京ドームで繰り広げられる驚きのパフォーマンスに、平野紫耀の参加が決定し、ファンたちは驚愕しています。イベントの社会的影響とコミュニティの視点に焦点を当て、今回のライブに新たな解釈を加えてみましょう。先月末、ナンバーアイの岸優太さんが初めて表紙を飾る特別なだ3巻4月号が発売されることが発表されました。2024年を迎え、岸優太さんはファーストデジタルシングルをリリースし、新たなスタートを切りました。今回の表紙撮影では、ハイエンドなイメージがコンセプトとなり、ドルチェ&ガッパーナのジャケットなど、数々のラグジュアリーブランドの最新ルックをエレガントにまとい、奥ゆかしい表情を披露しています。岸優太さんは独占インタビューや Q&A で、理想の50年後やプライベートについて語ってくれました。本誌の公式インスタグラムと YouTube では、スペシャル動画も予定されており、ファンはますます期待を膨らませています。そして、3月17日には、東京ドームで行われる、トゥーヒーローズが約230の国と地域に世界同時配信されます。このイベントの配信キービジュアルが2月19日に Amazon プライムビデオで発表され、特に最終日の3月17日の公演がプライムビデオによって世界独占ライブ配信されることが予告されました。注目のアーティストには、ナンバーアイの三宅家さん、北山さん、平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、そして新たな仲間である岸優太さんが含まれています。トゥーヒーローズは滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社ニバイトに所属するタレントによるオールスターライブです。公開されたビジュアルには13人全員が黒を基調としたシックなスタイリングが施され、特に平野紫耀さんは金髪との相性が光っています。しかし、ビジュアルに関して一部のファンからは異議の声も上がっており、特に大東達さんの存在感がやや低いと感じる声が聞かれます。大東達さんはジュニア時代から主に俳優として活動しており、昨年8月にニバイトに移籍した新たな仲間です。ファンたちは彼の存在について戸惑いつつも応援の声を上げています。同様に、インプクもデビュー前の状態で移籍したユニットで、昨年12月にリリースしたシングル、クルージンがオリコン1位を獲得するなど、着実な活動を見せています。ニバイトは所属タレント全員を公平に活躍させる姿勢を示しており、番組や YouTube などで各アーティストが活躍する場面も見受けられます。ただし、ナンバーアイの圧倒的な人気と対照的に、インプクや大東達さんの知名度がまだ十分ではないとの意見もあります。トゥーヒーローズの舞台裏やアーティストたちの交流、そして新たな才能の開花に期待が高まる中、ファンたちは未知の可能性にワクワクしながら、イベントの開催を待ちわびています。このライブが、個性豊かなアーティストたちの交流の場となり、新たな音楽シーンに新風を吹き込むことでしょう。